はい、皆さんこんにちは。今日紹介するドミカはこちら、クラフトスポーツモチュール GTR スーパー GT 2018年カラーです。じゃあしっかり見ていきます。でこのボディが今はシールを貼る前の状態だね。うん、こんな感じのデザインになってます。で今回もシールがこんだけあります。うん、結構細かいから一気に貼ってみたいと思います。せーの、はい、シール貼り終わりました。やっぱり今回も30枚超えるぐらいシールあったね。じゃあしっかり見ていきます。今回はボディカラーがホワイトだね、ベースがね。で正面から見るとクラフトスポーツモチュール GTR だね。でルーフの部分はちょっとカーボンをイメージしたガンメタが塗装されてあるね。で横から見るとこんな感じです。で後ろの方はこんな感じだね。形自体は以前のモデルと一緒かな。で反対側はこんな感じになってます。で上の部分はこんな感じだね。で今回も運転席はドライバーが乗ってるね。ホワイトのヘルメットをかぶったドライバーが運転してます。ちゃんと今回もハンドルを握ってるね。でタイヤの方はサスペンションがついてます。でシャーシの方は日産 GTR レーシングナンバー50番の2008年のシャーシになってます。でこの形は2017年のモデルと同じ形だね。しっかり凹凸もついててかっこいいです。うん、そろそろ新しい金型になんないかなってコメントにもあったね。こうやって横から見るとフェンダーとのこのタイヤの隙間ってすごいあるよね。なんかすごい車高が高く見えちゃうもんね。だからやっぱりランボルギーニとかフェラーリみたいにちょっと車高がこう低く見えるようなデザインになるともっといいよね。はい、こんな感じで3台並べてみました。一番左の2016年モデルがこれで、2017年がこのレッドだね。で今回のが2018年モデルになります。形はどれも一緒になってます。でデザインの大きな違いはボンネットとかドアのところのクラフトスポーツってプリントされているところだね。で今回は2017年のモデルと違って、今回はちゃんと買ったらすぐに開封してシールを貼りました。まだこの2018年のモデルは日産オンラインショップでまだネットで買えるね。1800円プラス送料の648円ってなったね。で3台とも2008年のシャーシになってたから、そろそろ新しい形になってくれないかな。2019年はちょっと期待してみようかなと思います。はい、今日はクラフトスポーツモチュール GTR スーパー GT 2018年から紹介しました。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日も終わりです。バイバーイ。